ラーメン食いたいなって。最近フードコートのレベルもかなり上がってるじゃないですか。中華そば港商店さん着きました。名物の京節中華そばとガチ盛り中華そば注文しました。ラーメン祭りだよ。ほい、よっしゃ、松浦です。今日は広島ラーメン会を盛り上げるということなんですけども、いつも通りラーメンを食べていこうと思いますけど、今日はね、子供の服とかおもちゃをちょっと買いに来てて、さっき H&M の方で服を買ってふと思ったんですよ。ラーメン食いたいなって。で、まあ今からトイザラス行くんですけど、どこのラーメンを食べに行こうかって今女房と考えてるとこなんですよ。ということで、ちょっとおもちゃ買いに行きましょうか。はい、じゃあこのシャンプー買ってあげます。カイト喜ぶんで。はい、今日はね、女房どこに食べに行きたいか言うてあげようか。お前ハルハレって知っとるじゃろ。ハルハレ、あそこのジョームさんとね仲いいんよ。ジョームさんがうちの系列店が できたって言ったんよ。宇品のみゆき店、夢タウンの港商店ってあるんよ。そこの店に行きたいんよ、ラーメン屋。俺で行ったことないけど、どんなラーメンかわからんんだけど、ジョームさんがね、行きてって言ってくれたけん行ってみようと思うんだけど、行っていい？じゃあそこ行こうよ、旅に。じゃあ今から行きます。決まりました。新店みたいなので楽しみですね。フードコートにあるみたいです。で、今から行く港商店さんは俺行ったことないんで、ほんとどんなラーメンかわからんので、しかもしラーメンも見てないんですよ、あえて。でめっちゃ楽しみっちゃ楽しみです。最近フードコートのレベルもかなり上がっとるじゃないですか。じゃあということで行きますよ、もう夢タウンまで。バイバイ、切ります。行ってらっしゃい。チャンネル登録よろしくね。大好き。壊れるよ。はい、中華そば港商店さん着きました。来ました。はい、メニューがこちらになります。名物の京節中華そばとガチ盛り中華そば注文しました。2杯食べます。電食2杯いきます。じゃあできる時まで待っててください。今から注文しましたのでお願いします。はい、京節中華そば来ましたね。いただきます。うわー、すごい香りですね。いただきます。スープからちょっと粘度ありますね。まあとろーっとしてますね、若干。うわすごいっすね。ふわっと魚介が香りますね。なんですけど、スープは優しいです。しっかり固ゆで、最初はふわって京節のね香りが全面的に来るんですけども、口が慣れたらそこまで強くは感じないですね。これがまたいいですね。しっかりコクもあるんですけども、後味はすっきりみたいな感じが一番分かりやすいかなと思います。うん、豚のある脂身が美味しいですね。本当に若干とろみがある感じですね。サラ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 ではないですね。麺は中太ぐらいですかね。若干太いですね。うん、柔らかい麺もですね、美味しいです。味が染みてます。動物性もしっかりいるんですけども、魚介もいるので、本当魚介の邪魔をしてないようなスープですね。鶏の旨味とカツオの味を本当ちょうど半々ぐらいで作り出したラーメンかなと。効き具合がね、お互い強すぎることなく、で弱くもなく、絶妙な加減ですよ。ごちそうさまでした。ガチ盛り中華そば来ました。じゃあいただきます。スープです。うわ、やっぱ魚介が効いてますね、明らかに。じゃあスープいただきます。うわ、熱々なんですけど、魚介はそんなに感じないですね、僕の舌には。うわ、全然違うですね。油の感じがすごくバーって口の中にきて、麺が先ほどよりだいぶ太いですね。うん、もちもちなんですけども、厚みがそこまでないので食べやすいですね。こう麺見たら分かるんですけど、平打ちになってますね。うん、
スープ自体は優しいスープなのですごく食べやすいですね。最初は本当油がブワーってきたんですけども、口の中に油の甘みがですけど、舌に行けば行くほど魚介の風味も感じますね。スープが本当ライトなのでニンニク入れたらすごい合いますね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。港商店さん食べらせてもらいました。入ってきましたね。新店ですよ。フードコートの中に新店ができたということで行かせていただいたんですけども、カツオとボリのダブルスープだと思うんですけども、両方も本当分かりやすい話、万人受けする味だなと思ったんですよ。年齢層が幅広い味だなって思ったんですけども、カツオとボリを取っているってことは、要はダブルスープじゃない、それに返しが入ると思うんですけども、それ油も入ると思うんですけどね、ダブルスープでどちらかが強いとかじゃないんですよね。両方がしっかりいるので、角をつけてないんですよね。角っていうのがガンっていう強い味っていうのが角です。ほんとちょうどいい味だなって思いました。やっぱ今流行りの魚介ラーメンですよね。魚介系ラーメン、やっぱスープの底に行けば行くほど濃度が濃くなってましたね。でもほんとペロッと一杯いっちゃえるようなライトに仕上げられた本当上品なラーメンでした。はい、ガチ盛り中華そば食べらせてもらったんですけども、ほんとね、僕が命名したいぐらいですね、カツ二郎で、魚介が入った二郎系みたいな。麺もほんとライトなんで、あんまり太くしすぎたら乗っかってこないので、太いのは太いんですけど、油感もしっかりあって、最初に食べたね京節中華そばとは違って、これはこの二郎系に関しては魚介がそんな前に立ってないです。スープの方が前に立ってこういう感じです。まあ、入れとる分量は違うか違わないか僕は分からないですけど、僕の舌ではスープの方が上に来てます。それ油もしっかりいるので、これはねボリューム満点で男食全員行きなさいみたいな感じのラーメンでしたね、うん、まあ万人受けするっていうのがやっぱりいいですよね本当に、うん、まあガツンっていうのももちろんいいんですけども、これはこれでね一杯の完成のラーメンになっているなって思いました。2杯連食で食べらせてもらいましたけど、結構腹いっぱいになりましたね。本当ごちそうさまでした。本当ありがとうございました。ぜひね新鮮なのでぜひ皆さん食べに行ってみてください。そして感想なども聞かせてくださいね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ここはあのフードコートなんですけども、最近ほんとフードコートのレベルが上がっていて感心しますし、僕も負けないように頑張りたいと思います。ほんとごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。